双葉町情報 FM いわき発。この番組は双葉町の皆さんへ情報やメッセージをお届けする番組です。双葉町役場からの最新の情報はもちろん、双葉町民からのメッセージなどお役立ち情報とともに双葉の今の声をお届けします。双葉郡双葉町、双葉町民の皆さんへ様々な情報を発信している双葉町情報 FM いわき発。まずは双葉町役場からの情報です。はじめに、福島県から福島県復興公営住宅の入居者募集についてお知らせします。福島県では原子力災害により避難指示を受けている方、居住制限の方が入居できる復興公営住宅を整備しています。現在、いわき市、勿来、境団地などの空室のある住宅について9月の定期募集が行われておりますのでお知らせします。申し込み期間は10月10日火曜日の消印有効となっていますので、お早めにお申し込みください。なお、今回の応募後に空室が多くある場合は、地域を限定した上で、すでに避難指示が解除された区域の方々も応募できるよう検討しています。そのため、今後の状況によっては希望する団地への応募が困難になることも予想されますので、この機会に復興公営住宅への入居についてご検討ください。入居申し込みに関する詳しい内容は、福島県復興公営住宅入居支援センター、電話 024-522-3320、 024-522-3320 番までお問い合わせください。続いて、平成30年度町立双葉幼稚園園児募集についてお知らせします。双葉町では町立双葉幼稚園の平成30年度園児を募集します。募集年齢は3歳児、4歳児、5歳児。入園申し込み期間は10月2日月曜日から10月31日火曜日まで、午前8時30分から午後5時15分までとなっています。受付は教育委員会教育総務課で行っています。郵送による受付も行っていますので、別紙入園申請書に記入押印の上、添付の返信用封筒にて返送ください。なお、申請書は町ホームページからダウンロードすることもできます。また、入園申し込み期間以降も受付を行っていますので、ご連絡をお願いします。園児募集に関するお問い合わせは、教育委員会教育総務課、電話 0246-84-5210、 0246-84-5210 番までお願いします。おしまいに、双葉ふれあいクラブから、双葉町民ゴルフ大会出場者募集についてのお知らせです。10月29日日曜日、いわき市サラブレッドカントリークラブにおいて双葉町民ゴルフ大会を開催します。募集人数は40人から50人程度、参加費はプレー代、参加費、昼食代を含めて1万3000円となります。参加資格は双葉町民、または現在町事業所に勤務している方、および平成23年3月11日当日に町事業所に勤務していた方です。申し込み締め切りは10月13日金曜日となりますので、参加希望の方は双葉ふれあいクラブ事務局まで申し込みをお願いします。なお、申し込み時に
組み合わせ希望も受け付けます。電話番号は0246-38-3325 0246-38-3325 番です。以上、この時間は双葉町役場からの最新の情報をお伝えしました。続いて今週は双葉町教育委員会教育総務課柴田雄平さんにお話を伺いました。それでは今日のこの時間は教育総務課の柴田雄平さんにお話を伺います。柴田さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、柴田さんは支援職員さんというふうに伺ってますけれども、はい、支援職員になったのはどういった理由からなんですか？年初めぐらいに、うん、敦賀市役所の総務課の方からお話がありまして、はい、ぜひ福島に行ってほしいということで、はい、じゃあぜひ行かせていただきますということで答えてもらいました。すぐお返事したんですか？ちょっと考えてほしいって言われたんですけど、まあ、僕の中ではそんな迷うこともなく、ありがとうございます。もうすぐ手挙げてはい、行きますっていう感じで、はい、あ、もうじゃあ行きますっていう形で。4月からいらっしゃってるんですよね？そうですね、4月の1日からですね。はい、で教育委員会の教育総務課というところに今いらっしゃるんですけれども、はい、教育委員会の雰囲気はいかがですか？明るくて楽しい雰囲気ですね。4月に来られた時にはちょっと不安とかはなかったんですか？不安いっぱいでした。不安いっぱいでした、はい、やっぱり人見知りもしちゃうんで、あ、初めての土地でね、初めての場所でね、はい、いろいろ初めてが多かったと思うんですけど、じゃあ周りの皆さんには恵まれた感があるってことですか？はい、そうですね、皆さんに助けていただいて、はい、なんとかやってこれてますね。で、いわき市での生活には慣れましたか？だいぶ慣れてきて、うん、町民の皆様とインディア化したり、はい、いろいろ交流させていただいてます。あら、ニュースポーツ楽しんでますね。楽しいです。体を動かすのはもともと好きなんですか？好きですね、もともとスポーツしているので、はいはい、もう体を動かすのが楽しくて、そうですか、はい、車の運転はどうですか？車の運転はこっち来てびっくりしたんですけど、うんうん、皆さんの運転が優しいんですね。ありがとうございます。じゃあそろそろあれですか、道も慣れてきましたか？道は全然ないですもうね、家と職場の往復ぐらいで、うんうん、あんまりその間ぐらいの道しか分かんないですね。じゃあこれからですね。これからどんどん教えてほしいですね。そうですね、はい、何か機会があれば何でも聞いてください。はい、お願いします、はい、そして、現在支援職員さんとして教育委員会に勤務されているということですけれども、柴田さんが主に担当しているお仕事っていうのはどんなお仕事ですか？はい、障害学習ですとか、うん、はい、まあ、婦人学級とか社会教育の関係の担当をしています。はい、福井県にいらっしゃった時も同じような感じで？福井県にいた時は、うん、同じようなことも、公民館にいたこともあるので。じゃあプロフェッショナルですね。いや、全然まだまだひよっこです。でも、まあ、いろんな方と関わる率は高いお仕事ですね。そうです ね、それが楽しいですね、うん、ああ、よかったです。言葉は大丈夫ですか？言葉はだいぶ慣れましただいぶ慣れました、はい、ということは最初はちょっとご苦労されたってことですね。そうですね、やっぱり電話とかだと、はあ、方言の方とかいらっしゃって、はいはい、何言ってるか分かんないなと思ってたのでお疲れ様です慣れてきてよかったなと思います。はい、はい、そんな柴田さんから町民の皆さんにお知らせがあるということですけれども、はい、町民作品展という展覧会が開催されるんですね。はい、はい、こちらはいつ開かれるんでしょうか？はい、いわき会場と郡山会場がありまして、はい、いわき会場が10月28日の土曜日と、はい、10月29日日曜日、はい、郡山会場が11月7日火曜日と11月8日水曜日です。はい、はい、合計で4日間の開催ということですが、はい、町民作品展ですから作品がないと始まりませんね。そうです ね、この作品の募集っていうのはどうですか？これからホームページですとか、はい、
タブレットとか情報誌で募集していきたいと思ってますので、はい、はい、皆さんじっくり見てください。広報誌、それからホームページ、はい、双葉町のホームページ、はい、それからタブレット、こちらにも配信していくということですよ。はい、ちなみにですね、どんな作品を募集してるんですか？はい、短歌や俳句、絵ですとか、はい、書道とか花とか写真などですね。本当にいろいろですね。はい、もう皆様が普段から作ってらっしゃる自慢の一品を出していただければと思いますので、何かものづくりをされていらっしゃる方、あるいは写真を撮られている方、絵を描いている方、みんなやっぱり自分で作ったものって見てほしいですよね。そうですね、皆さんの目に見て光るものだと思いますので、そうですね、はい、で人の作品を見るとまた自分も頑張ろうと思ったりね。そうですね、やっぱり違う考え方が出てきて、こういうのも面白いなっていう考え方もできると思うので、それが一堂に返すっていうのはすごいですね。そうですね、もうぜひ見ていただきたいですね。はい、まずいわき会場なんですけれども、はい、勿来体育館で双葉町スペースというのを設けて、そこでの開催になります。はい、10月の28日土曜日、そして29日日曜日、両日ともに午前9時半からのスタートとなります。はい、そして郡山会場が郡山市ビッグアイの6階の展示室ということです、ね、素敵な場所での開催ですね。はい、そうですね、はい、こちらは平日なんですね。そうですね、平日の真ん中あたりですね。そうですね、11月の7日火曜、はい、8日水曜日ということになります。はい、さあ作品何持ってこうかしら、頑張って作ったんだけどこれもあれも見てほしいってなった時に、提出する時には場所はどちらになりますか？はい、双葉町の教育委員会の事務所と、はい、双葉町の郡山支所、うん、それと加須市にある双葉の交流広場です。はい、いずれかの場所に作品を提出していただく必要があるということですね。はい、展示するのは職員さんがやっていただけるんですか？そうですね、うんうん、皆様から集めさせていただいた作品を、はい、職員の方で集めさせていただいて、はい、展示させていただく形になります。はい、可愛く並べてくださいね。はい、もうよろしくお願いします。夢の国みたいな感じにしようと思います。そうですよ、もうね、本当に可愛らしくやっていただきたいなと思いますけれども、はい、はい、そしてですね、柴田さんは今後双葉町役場でのお仕事っていうのはいつまでになりますか？今年度中なので、うんうん、来年の3月31日までになります。あと半分になっちゃったんですね。そうですね、もう半分早いですね。あっという間ですね。はい、最後になりますけれども、まあ、これからいろんな思いでねお仕事されていくと思うんですけれども、町民の皆さんにメッセージいただけますか？はい、今の職場と同じように明るく楽しく皆様と仕事をしていきたいと思ってますので、はい、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。お願いします。はい、詳しくは教育総務課まで連絡してください。電話 0246-845210 0246-845210 番です。お間違いのないようにお願いいたします。今日は柴田さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。双葉町情報 FM いわき発、この番組は双葉町民の皆さんへ双葉町の情報を FM いわきからお届けしました。